皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。本日は2024年2月1日に行われた第95期ヒューリック杯棋聖戦二次予選、山崎隆之八段と松尾歩八段の一戦をお送りするぜ。さて、4名のシードを除き12名の本戦進出を決める二次予選第8ブロック決勝は、同年代の個性派棋士2人、長年同じランクで争った実力も近い両者の対決、接戦の熱い将棋が期待できそうだ。では、対局の前にお互いのプロフィールを確認しよう。まずは先手の山崎八段。1981年2月14日、広島県広島市出身、森信夫七段門下の42歳、今期竜王戦1組、順位戦 B 級1組、タイトル獲得はまだないものの、王座戦で1回登場、一般棋戦優勝8回、自由奔放、高頭無形、めちゃくちゃかと思いきや、終盤きっちりまとめ上げる、ばらけた丸太を縛り上げる、太い縄のような、力強い将棋が特徴よ。褒めているのかけなしているのかわからんな。そんな将棋も、センスと努力に裏打ちされた自信があってこそ、今日は先手、相掛かりからの力戦に期待しよう。それでは続いて、後手の松尾八段。1980年3月29日、愛知県日進市出身、諸子和春七段門下の43歳、今期竜王戦1組、順位戦 B 級2組、一般棋戦優勝1回、地に足のついた、重厚な居飛車の将棋が特徴で、松尾流穴熊に代表される、柔軟で粘りの効く守備、ねじ込むような重く強烈な攻撃、攻守両面に高いレベルでバランスが良く、今日の相手、山ちゃんとはタイプの違う強豪だ。中低音のセクシーボイスで、世のお姉様方を虜にするわ。本日は後手、対応力の求められる一戦だな。さあ、それでは皆さん、ゆっくりしていってね。将棋盤カモン。今回は霊夢が先手、山崎八段、マリサが後手、松尾八段だぜ。それでは、お願いします。さて、最近先手相掛かりでの失敗が続いているけど、ちょっとやそっとの失敗で、へこたれているようなら、今の私はできていないわ。26歩、Going My Way、この道を進むわ。84歩、反省くらいはした方がいいんじゃないか？それはそう、25歩。でも、それで折れるようなら意味もなく。85歩、次に活かしてこそ、進歩というのはあるものよ。78金、我が教授、相掛かりで正面突破よ。32金、その息、正面から受けてやるぜ。よし来た。38銀、私の全力、受けてもらうわよ。72銀、では、手早く駒組みをしていこう。96歩、各道を開けずに退路を確保。52玉、中住まいで左右にバランスを取るぜ。46歩、早めに銀の出口を開け、進出の準備、それを見て。86歩、歩が浮いているうちに飛車先交換だ。同歩。同飛車、角の退路は確保しており、8筋の傷は埋めず、47銀、浮いた歩の守りを優先するわ。74歩、攻めの容易に右桂を発進準備。87歩、傷を埋めて飛車を追い返す、自陣には引かず。85飛車、高飛車に浮いて、機動力確保。36歩、こちらも攻撃準備に桂馬の足場を開けるわ。34歩、先んじて角道を開け、局面に先手を打つ。37桂。三三角、角道を開けずに局面の進行を避け。四八金、先に自陣の整備に注力しよう。ふむ、この辺りはいわゆる棋風だな。山ちゃんは先日の叡王戦、伊藤匠七段戦もそうだが、先手で相掛かりを採用した際、角交換を保有し、自陣を整備する傾向がある、相掛かりという、最短最速の戦型を選びながら、回戦を遅らせてくる、というのも、なかなか風変わりな傾向なんだが、こちらが7筋を突き、頭上に迫っている時に、なかなか余裕を持った態度じゃないか。よし、今、角道を開けなかったことを後悔させてやろう。7五歩、7筋を進め、先手の展開を妨害する方針だ。ふむ、角道を開けられないことで角回りが渋滞し、角金銀桂が固まってしまっているね。無理やり7筋を開けても、不存を抱え、喉元に垂らされる形になるのはとても苦しいし、わざわざそんなことしても、何の得もないよね。ならば、左銀を別方向にほぐすことを想定し、5、6歩、あえて玉頭の5筋を開け、銀の進路を開く。なんと、また玉頭を開けてきただと、戦術の伊藤戦、同様に5筋玉頭を開け、完敗したばかりだというのに、
ふふ、それもさっき言った通り、失敗から学ぶものは多く、特に将棋の場合、分析と反省、そして修正は、強くなる上で絶対不可欠なのよ。むむむ、きっちり修正してきたということか。それならこちらも慎重に。4二銀、しっかり整えたようしよう。ある意味これは、2九飛車、ゆっくりしたい私の思惑通りよ。とはいえ、7三銀、先手陣を抑え込んでいる分、私がペースは握りやすいな。5八玉、まあ、そんなのいつものことだし。6二金、それはそれでどうかと思うぞ。まあまあまあ。1六歩。1四歩。というわけで、自陣をほぐす方向で。6八銀、銀を上がれば、胸焼けが楽になる。8四飛車、一つ下がり、隙間に横撃を通す。5七銀、そろそろ攻めの用意を本格化させようね。4四歩、そうはさせじと、桂馬の足場を抑える。後手はきつきつに抑え込みに来ているね。手元に歩もないし、後手に足場を軒並み抑えられ、これでは後手が体勢を整え、万全になってから仕掛けるのを待つだけになっちゃうね。それでは、先手の意味がないじゃない。気に入らんな。指を加え、蹂躙されるのを待つだけの一般市民か、あるいは、リスクを犯し打開しに行くのか、私はどちらか？そんなの決まっているでしょう。こう見えても血の気の多い、喫水の広島神社系、こういう息苦しいのを見ると、ぶち壊してやりたくなるのよ。7六歩、無理やりこじ開け、のろしを上げる。同歩、こいつ、やりやがった。どんどん行くよ。4五歩、ゴリゴリと歩をぶつけ、角道を通す。同歩。持ち駒がなければ作ればいいじゃない。三三角なる、強引に角交換し、局面を加速。同桂、強引にも程がある。そして今度は、2四歩、守りの外れた2筋から歩を交換よ。同歩。同飛車。2三歩。私は下段がガランドに空いているので、2九飛車、一番動ける際下段に収める。4三銀、桂頭に守りを当てつつ、連携強化だ。2五桂、さらに桂馬もぶつけていき、攻め駒を揃える。同桂。同飛車。攻め駒が入るのは先手だけじゃないぜ。7七桂、歩の先に押し込み、先手陣を乱す。もし、同桂としようものなら。後手同歩なる、先手同金に、6五桂が強烈。先手はこの桂馬を取れず、陣内に効くことで、攻めの大きな足がかりになるな。むむむ、これは厄介。それなら、その拠点の公開上の脅しを後手に与え。6六角、活用を妨害するのが筋。それでも、6九角、飛車をおとりに攻めを続ける。なんと、4九玉、飛車金交換に、馬作りの損得なら、7八角なる、敵陣制圧できる分、こちらが得だろう。8四角、そんなの、やってみないとわからないわ。同銀、果たしてどうかな？後手は飛車がなくなった分。5五桂、横への速度、迫力がガタ落ちよ。4四銀、その間に私も敵陣に飛車を打ち下ろし、寄せる三段を整えていくわ。銀桂両取りが大きく響き。8二飛車、三方向から後手玉に迫っていくよ。7五角、銀を守るとともに、先手陣を睨む。8一飛車なる、これで背後に竜が潜った。なんの。5四歩、桂馬を攻めつつ、自陣に角を通す。7四桂、金取りに迫る手が、方位を進める。7三金、避けて金銀に連携を持たせよう。8二竜。壁を作り、竜の攻めを受け止める。7二金打つ。それでも、7筋には歩がすでにいるため。9一竜、これ以上、壁の増設はできないでしょう？ぐぬぬ、5五歩、小瓶を抑える桂馬を払う。現状、タダで取られる駒。8二桂なる、桂馬をぶつけ、壁を崩す。どっこい。6五桂、金を取られても、直接王手にはならないが、この桂馬は銀取りがそのまま王手になる。角のラインも頭上に効いているな。それでも、6六歩、桂取りに当てる手が、角のラインを遮るわ。5七桂なる。同金。金が浮いたことで先手陣はアンバランス。7九馬、その金が要と見て、攻勢をかける。5八金、避ける手がそのまま守りを固める。ではその連結。4六歩、歩で小突いてほぐしてしまおう。これを手抜いて。5四香、歩の裏に、大手で香車を放つ。4三玉。後手の守りは玉頭の銀が要。
4五歩、これをどかせば、守備力は一気に半減よ。4七歩成る、果たしてどちらの攻めが届くのか。もちろん、4四歩、王手で先着することが正義よ。ぐぬぬ。5四玉。飛車の横撃に引きつけてから、4七金、手堅く眼前の脅威を払う。4六歩。再び王手のかからない手番が回ってきた。5五歩。飛車の支援を背に、後手玉を追うわ。4四玉。後手玉の背後に竜を回り、4一竜、王手をかけながら包囲を進める。4二角。あとは、慎重に自玉の安全を確認して、4五銀、最後の仕上げに取りかかろう。5三玉。3二竜。4七歩成る。自玉に詰めろがかかってはいるけど。5四銀。こちらの刃が先に届くわね。ぐぬぬぬ、6四に逃げても、6五金が詰みなので、下段に逃げたとしても、後手6二玉には、先手4二竜から、後手5二金、先手5三銀なる、後手6一玉、先手5二竜まで、着実に、包囲が迫って詰んでしまう。気がついたら三方を囲まれて、こちらの攻めは届かないのに、迫られる、ギアチェンジの強烈な、一気の踏み込み、やはり、スペースの広い戦いでは、飛車に軍配が上がってしまうわけか。これはうまく丸め込まれたな。負けましたー。ありがとうございました。先手玉を捉えられなかったか。終盤の入り口からではあるけれど、飛車対角の構図になった本譜。盤面左上のスペースに飛車を打ち込み、3方向の方位となった先手に対し、斜めに追いかける形になった後手、力の方向が一つになり、先手は右側に逃げ込むスペースと、飛車の守りが抑えを許さぬ形となり、後手としては、追うのが少し難しかったね。さすがに3方向方位は、一つを解消しても強撃になるし、攻撃の継続性、という点で、先手に分があったよな。玉は包むように寄せろ、と、王手は王手、という、格言がぴったりハマる点に、明暗が分かれた形だね。ただ、対局中何回かターニングポイントがあって、例えば、77手目のこの場面。金が浮いたところに、後手7九馬、先手5八金と避けたシーン、ここでは4六歩と、銀の頭に歩を進めたけど。後手の狙いとしては、馬の利きを使って銀を攻め、玉頭にねじ込む、攻めの一手だけど、この馬を、攻めでなく守りとして、2四歩と、飛車を追い返す手に使った場合、下段を優雅に睨んで、退路がなかった後手玉が、なんとびっくり、盤面右上に退路が開けてしまう上、先手の2筋攻めも、馬のラインで防がれて、こちらも王手の形になってしまう。もうちょっと、泥仕合気味の展開になるんだね。それはそれで大変そうだな。馬のラインを攻めに使うか守りに使うか、180度違う発想が、そのまま結果に繋がっていたんだね。4筋から攻めては、やや速度が遅かったので、先手の攻めを遅らせれば、互角以上に戦えた、ということか。この結果を受け、山崎八段は二次予選突破、決勝トーナメントに駒を進めるね。一発勝負のトーナメント、あと4つ勝てば番勝負だな。私事だけど、うぷ主的には、地元沼津で対局のある棋聖戦は、とても楽しみにしている棋戦でもあるのよ。山ちゃんが挑戦者になれば、ワクワクが止まらんな。まあ、極力ひいきはしないようにするけどね。さ、それではそろそろお開きにしよう。ご視聴、ありがとうございました。YouTube をご覧の方は高評価、チャンネル登録をお願いするぜ。ベルマークもオンにしてくれよな。ニコ動をご覧の方はいいね、フォローお願いね。それではこの辺で。バイバイキン。